忍者運動会。さあ最後は風船5センチ、これうまく割ることができましたら20ポイント獲得ですから、くのいち香りにもまだ大逆転勝利の可能性が残っているわけです。これが忍者ルールです。風船をご覧ください。もうカメラでは捉えきれないくらい小さい5センチです。まさに達人の領域へと入ってきました。ではどうぞ。おお、お見事です。さあではやっていただきましょう。どうぞ。はい、あともう少しでした。あの風船を割ってください。はい、割る自信もありますか？挑戦してみたいと思います。ではお願いします。やはり難しいんですね。一発で仕留めるというのが。実演唱でもあの大きさの風船はやったことないと思いますが、改めてご覧になってどうですか？すいません、カメラマンの正之助が風船を隠していました。真正面から撮影してましたので風船を確認できませんでした。さあ改めて確認してみてどうですか？ですよね。割れそうですか？割ります。よろしくお願いいたします。これはかなり緊張します。未だかつてあの大きさの風船を割ったことのある方は日本全国、いや世界にいないかもしれません。集中してます。私の声はおそらくミオさんに届いていません。黙って見守りましょう。最後の最後にパーフェクトが取れたので自信につながりました。ミオさん何か悪いことしたんですか？優勝ですよ優勝。もっとミオさん喜んでくださいよ。いつも何か悪いことしたかのようなそんな感じになってますので、視聴者の方も心配してますよ。もうちょっと喜んでもいいんですよ。はい、兄弟対決に参加できるのが楽しみです。なんとなんと、また言ってますよ。私たちに
対決を申し込んでまして、兄と私の間に入ってどうやら勝負したいようですね。いやー、受けたことないですか。